ナムラマースは日本の競走馬である。馬名は冠名のナムラとローマ神話に登場する戦いの神であるマールスを意味するマースが由来である。馬主の名村信繁は1988年生まれの競走馬にもナムラマースと名付けているが、こちらは未勝利で引退している。2006年6月18日に函館競馬場で行われた2歳新馬戦でデビュー。8番人気で5着となった。その後未勝利戦で3戦連続2着となり、デビュー5戦目で初勝利を挙げる。続くコスモス賞では、ローブデコルテやインパーフェクトラを相手に勝利し2連勝。初の重賞挑戦となった札幌2歳ステークスでは1番人気に応え、3連勝で重賞初勝利を挙げた。その後ラジオ日経杯2歳ステークスに出走。不彩地鳳凰、ビクトリーに先着され3着だった。2007年、如月賞では浅草キングスに逃げ切られ、2番人気で2着だったが、毎日杯では1番人気の指示に応えて勝利し、重賞2勝目を挙げた。しかし春のクラシックは、皐月賞で11着、第74回東京優駿で8着と今一つの結果に終わり、休養に入った。休養後函館記念に出走したが、5番人気で6着に終わった。その後札幌記念に出走を予定していたが、右前足に違和感があったため回避した。その後は放牧に出された。2008年3月27日に帰厩し、5月31日の金シャチ賞に出走したが、15着に終わった。その後、秋初戦はカシオペアステークスに出走し、5着だった。続く、鳴尾記念では出走馬中最速の上がりを見せるも、桜メガワンダーに敗れて2着だった。2009年1月18日の日経新春杯に出走。3番人気となったが、逃げる TM プリキュアを捉えることができず2着に敗れた。その後、脚部不安のため長期休養に入った。2010年7月11日の巴賞で復帰したが、スタートで後手を踏み終始後方のまま16着と、殿負けを喫した。7月25日の函館記念では、ブービーの15着と大敗した。2011年10月9日の京都大賞典で、復帰したが8着と、殿負けを喫した。続く11月12日のアンドロメダステークスでも12着と、殿負けに終わった。11月16日付で JRA 競走馬登録を抹消。金沢競馬へ移籍することとなった。金沢競馬へ移籍してからは4勝を挙げている。2012年9月25日に競走馬登録を抹消された。ありがとうございます。